こんにちは。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽住のもたしです。今日はですね、住宅ローンの不思議、どこがいいのかなみたいな。住宅ローンって各社のホームページを見てもですね、各銀行のホームページ見ても分かりづらいんですよね。多分分かりづらく、分かりにくいようにしてるんじゃないかなと思うんですけれども、私は一応住宅ローンのアドバイザーの資格も持ってます。不動産購入時の住宅ローンについての、ローンの選び方と注意点を説明していきます。まあ基本金利で選んでいくとは思うんですが、金利が安いというだけではないところで判断をしてほしいっていうところが重要ですかね。不動産購入時の決断の流れっていうのを前回お話ししましたけれども、この中で、不動産申し込みっていうのをしていくと、その後契約をしていくっていう流れになりますよって説明したんですね。だから、この申し込みを出す前に、住宅ローンをしっかり検討して、事前審査も通しておくってことが大事です。もう、ここの時点で、どこで借りようっていうのを決めておかないと、後々大変になりますかね。住宅ローンの選び方として、不動産購入の種類での違いっていうのは、新築の建売り住宅とか、新築のマンション購入するときのローンって、比較的どこでも借りられるというかですね。一番難しいのは土地を購入して注文住宅を建てるような形だと、一回土地で決済をして、建物でまたいろいろ資金が必要だっていうところがあるので、この銀行さんではそういうふうにできませんよとか、この銀行だとダメですよ。だから借りる幅が狭くなってくるっていうのもあるし、ちゃんとそこを調べないと大変ですよっていうところですかね。で、固定金利か変動金利かっていうのは、永遠の課題というかですね、どっちがいいって言い切れないんですね。私自身は実は変動金利で借りてるんですが、ローンアドバイザー的な目線で言うと、固定金利を勧めます。固定金利の方がリスクが少ないですよね。将来、まあ日本はデフレになっていってるっていうパターンではあるんですが、いつかインフレに大きく触れちゃう可能性もあります。その時は変動金利だと金利がすごく上がっちゃいますよね。で、逆に、変動金利が今後どんどん下がっていくかっていうのも微妙なとこですね。今もう 0.5% とかめちゃくちゃ低い金利なんでね。だからそれを考えると固定金利の方が安心かなとは思います。あとは金利は表面金利って一般的にホームページ各銀行さんとかのホームページに載っている金利っていうのは表面金利っていう言い方です。で、その中に、真面目なところは、団信っていう、団体信用保険っていうのとか、事務手数料が安くて、表面金利がそんなに金利変動しないんですけれども、それが入ってない部分ので安く見せようっていう形で金利を安く見せるタイプもあるので、実質的な金利、全体的な金利を比較しないとダメですよ、ってことですかね。あと銀行ローンとフラット35の特徴っていうところで、銀行ローンは、まあ民間の銀行がローンを貸す商品ですよね。で、フラット35は公的というかですね、形なので、基本ですね、各銀行もフラット35を扱えるんですが、フラット35では利益が少ないんですよね。事務手数料しかもらえないので。自分の銀行の銀行ローンの商品を進めたいっていうのが一般的ですかね。あと銀行ローンは団信に加入しないと貸してもらえないことが多いですけれども、フラット35は団信に入ることを任意にしています。これはどういうことかっていうと、例えば5年以内に大きな病気をした方だと団信って否決されちゃうんですよね。保険に入れない。ダメですよ。そうすると銀行ローンは貸してくれませんよ。でも、フラット35ローンは貸してくれるよっていう感じ。フラ
ローンの注意点としては、ローンの手続きのスケジュールをしっかり、金利とともに、本当にこれは自分がこれから不動産を購入する、建築をするときに、スケジュールとして流れていけるのかなっていうのも把握しないといけないと。まあ、基本は、例えば不動産仲介で土地を購入する場合は、仲介の不動産会社の営業さんがいて、その方がローンを斡旋してくれたりするんですけれども、自分で借りた方がいいって言って自分で進める方は、それを全部自分で手続きしていかないといけないっていうところも重要です。で、つなぎ融資の有無っていうのを確認ですけれども、つなぎ融資っていうのは、フラット35を借りた場合は、建物が完成するまではフラットって本融資が実行されないんですね。そうすると土地の決済の時に、決済金が必要なんですが、それが出ませんってなってしまうとまずいので、つなぎ的に別の融資で借りるっていう必要性が出てきたりします。購入申し込み後のローンの流れっていう形ですけれども、購入申し込みをしていくと、売買契約ってもう1週間ぐらいで大体することが今通例ですよね。で、契約をした後に、すぐに本申し込みしないと、ローン特約っていう期限があって、不動産を決済するときの期限があります。これの2段階が住宅ローンに関わってきますよっていうんですかね。本申し込みをして、ローン承認が降りるまでに何週間、何営業日かかるんですかっていうスケジュールを確認しておく。で、その時に余裕を1週間ぐらい見て、ローン期限をこれぐらいにしてくださいってお願いする。で、その後、ローン承認が降りて金書契約っていうのを結ぶんですが、その後に融資実行がされるのに何営業日かかりますかっていうのを確認しておくというところですかね。で、それを確認して余裕、ある程度ちょっと余裕を見て決済期限を決めていくっていうのを、この契約時には決めないといけないっていうのが難しいところです。はい。で、土地から注文住宅の建てたいって方はさらに複雑でですね。まあ、売買契約をしてローン本申し込みするんですけれども、これと同時に土地の決済をする上で建物がある程度完成を見込めないといけないという形で、建物請負契約を本申し込みの時に必要だっていうことが多いんです。フラット35もそうなんですが、本申し込みの書類に建物請負契約が必要です。そうすると、本申し込みをするのに、もう建築会社を決めて契約をしないといけませんよ。なので、本来は、建物を建てる土地が決まったら、もう建築会社を決めた段階で申し込みをしないと間に合いませんよ。って感じですかね。で、フラット35だとさらに大変で、建物完成までフラット35の本融資が降りないので、その間のつなぎ融資の申し込みをしていかないといけない。まあ、銀行もそうなんですけども、銀行の場合も特にそうなんですが、完成までに建物の資金を出せませんっていうローンの商品、もしくはローン、その銀行さんがあったりします。そうすると、そもそも、この建設会社で建てられないっていう可能性が出てきてしまうので、ちゃんと分割実行っていうんですけれども、土地の決済金実行してもらって、着工金実行、除灯実行してもらえるようなローンを選ばないといけませんよっていうところですかね。ローンは本当に難しいんですよね。で、分かりづらい。だから逆に言うと、本来、まあ、ローンアドバイザーみたいなプロのサポートをつけるのが一番いいんですけれどもね。不動産の仲介の営業の方に任せてもいいんですけども、注文住宅を建てる方は、その後建設会社を選ばないといけないっていう方法もあるので、自分でしっかり勉強して、問題ないように流れていくようにしないと、ちょっと大変なことになっちゃうっていうところもありますので、注意をして
ただければなと思います。今日は以上になります。ありがとうございました。